グラちゃん、グラディエーター合同興行開催。グローブグラちゃん、ヌククダリ。日本を拠点に活躍するコンゴ出身の25歳。幼き頃に培った柔道と強烈な打撃を武器に7連勝中。ずっと立ってる街で待っていたで、今回が呼ばれて本当嬉しかった。チャンピオンになったら負けないようにするの。現在2児の父親でもあるルク・クダリ。パパってどっちが強いの？ダビー聞こえてるんだ。聞こえてる。私は強い。パパ知らないわ。聞くとグランジャーとパンと子供のためにも負けられない。対するは、僕が王者になれば必然とグランドの価値も上がると思います。フロムグラディエーター、レッツゴータ。破壊的なパウンドと安定した寝技を武器に、初代グラディエーターウェルター級王者として君臨。皆さん本当にたくさんの応援ありがとうございました。圧倒的な強さを見せつけるレッツゴータ。しかしうまくいかないことも何度もあった。3連敗した時に、マジでやめようと思いました。でもやめようと思った時にたくさんの人がやっぱ励ましてくれるというか、負けられない理由がここにもある。ベルトとかどうというより、ただただ対戦相手をぶつぶしたい。一ラウンドにボコボコするしかない。KO にする。気をつけた方がいい。新しきタイトル、新しき時代。切り開くのはどちらだ。2018年12月2日、大田区産業プラザピオ、チケット絶賛発売中。